こんばんは。オンタイムで始まったよ。火曜夜9時になりました。松井恵理子です。はい、8月担当の MC 五十嵐です。いいよ。なんか割と最近よく来てる気がしますね。なんかあの誰かゆきんこさん、誰かゆきんこさんみたいな、ちょっとゆきんこさん率高い感じありますね。久しぶり感ないですね。そうですね、うん、ちょっとそうじゃない時もあってるからちょっと全然久々感ないですけど、確かになんかもう何が話してて話してないことかわかんない。ちょっとわからないんですけどね。はい、まあ始まりました、はい、声優オタ雑談。この番組は第1第3火曜日夜9時から1時間ボイスラウンジチャンネルにてお送りする雑談番組です。はい、これから1時間スタジオに女性声優ゲスト様を招き、好きなアニメ作品や趣味などについて熱く語り尽くしていきます。はい、YouTube でも前半は無料で視聴できますが、最後まで見たいよーという方はぜひニコニコチャンネルから会員登録してくださいね、うん、この辺から多分この辺、はい、この辺から会員登録することができると思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、 YouTube から視聴している皆さんはぜひご登録お願いします。お願いします。もちろん視聴者の皆さんからのコメントも読んでいくので、どしどしコメントくださいね、はい、ハッシュタグの後におた雑談 OTZT も忘れずにお願いします。よろよろ。はい、はい、というわけで、あの早速なんですが番組からお知らせあります、はい、こちらじゃん、はい、2022年9月11日日曜日にボイスラウンジチャンネルの番組が集結したファン感謝祭イベントを開催します、うん、イエーイ。会場は中野ゼロ大ホール、昼夜2部制での開催となります。出演者はオタ雑談、エンカウント、ゆうきんちの MC 全員と女性声優ゲスト様をお迎えして皆さんに楽しんでいただけるイベントをお届けします、うん、はい、なんとゲストも豪華です。高森夏美さん、うん、大空直美さん、さくらかおるさん、山木杏奈さん、菅野舞さんです、はい、先ほど8月2日火曜日21時より会場チケットの一般先着販売を開始しましたので、はい、ぜひお友達と一緒にお友達を誘って遊びに来てください、うん、ね、その他イベントの詳細やグッズ情報はボイスラウンジのブロマガでお知らせいたします。お時間ある方はぜひ来てくださいね。なんかグッズ作ってます作ってる、グッズ作ってるよね。私たちグッズ作ってる作ってるからみんなグッズを使ってほしい、買ってほしい小出しにしていいの、小出しに、これ言っていいって、あ、え、見せてくれるの、え、見せていいの、あ、まだ確定じゃないかわかんないけどね。そう、確定かわかんないけど、今あのデザイン画があるんでスタッフさんが持ってきてくれるみたいです。ロンティーのね、ロンティーですね、今回はね。しかもあれですよ ね、こう MC 全員がそれぞれ1枚ずつデザインしてるんですよね、うん、今回イメージ、はい、イメージです、これ、はい、まず松井がこうご提案する、かわいい、あのちょっとゆるい感じのね、多分もうちょっと薄い紫になりそうだけどね。そうだね、もうちょっと薄いかも、うん、なんかラベンダーっぽい感じ、そう、ね、うん、ちょっと今ねこうザッてスタッフさんがやってくれたから、うん、はい、もうちょい私は小さめがいいかな、はい、柄が、ね、まあ、柄がちょっとね、その辺は調整します。でこれがゆきんこさんですね。いや、ちょっともうちょっと薄めのブルーかなっていう感じですけどね、はい、そう、ちょ、色似てるけどちょっとね、色似ちゃう、そうそうそう、見本だともうちょっと違う色なんでね、うん、はい、そんな感じです、はい、でこちらがじゃじゃん、あ、これじゃない、こっちか、これとこれ、これとこれがあのゆうきんちのお二人が、これ知ってんの、みんなこれの理由、これ知ってんの、これさ、知ってんの、背中押してんだけどこれ本当は向こういうね、そう、反転させてこういう、あの、こういう絵の予定だったんだよね、エモい感じにしたかったんだけど、うん、ちょっと二人とも同じ向きで描いてしまったっていう、描きやすい向き描いたら背中押してるみたいな、背中押し T シャツだから、あなたの背中を押すよっていう T シャツのまま行くそうです、ね、これはなんかね、うん、あのぜひニコイチで友達と来る方は来てほしいなっていう、背中押し合って、そう、背中押し合って、生きていこうなっていう、いいね、支え合って、いや、可愛いですよね、っていうのを今ね、はいはい、作ってる最中ですので、ぜひぜひね、お手に取っていただければと思います、はい、はい、というわけで前回は、うん、ゲストは黒木ほのかさんが来てくれました、うん、はい、あ、そうなんだ、そうなんです、なんか前回とその前の回の話がちょっと
リンクしてたりとかしてて、そう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 、たまたまなんかベビーカステラが好きとか、なんでそんな被らなそうなところを売ってるとちょっと買っちゃうよね。そう、いい匂いだなってなるから、いろいろ伏線があってね、面白かったですね。はい、というわけで、まあ8月になりましたけれども、でもうちらね、2回ぐらいかき氷食べに行きましたね。あ、そうなんですよ。もうすでにね割と夏エンジョイしてるかなっていう、あのメロンとスイカのね、そうちょっといいあのホテルで食べるやつ、高かったね。高かったね。高いやつとあれね、あれリーズナブルなね、あの宇治金時。そうね、まあ、リーズナブルって言っても言うてもまあ言うてもちゃんとしてる、あの喫茶店のさ、あの椿屋とかさ、そうそうそう、シューシューってあるじゃん。あそこ私入り浸ってるから、だいたいだいたい時間空くとその辺にいるんだけど、ね、なんかシューのね、うん、入ったらね、そうそうそう、宇治金時のかき氷があってね、ありまして、そうそう、美味しかったですね、とてもね。しかもそれもね、本当はねうちで遊んでたんだけどそれ言っちゃう、全然、まあ、ほら結果往来だから。あ、そうね、なんか突然、そういや、福ちゃんとカッタがうちにいて、うん、で次の日に時間あったから映画行こうってなって、うん、行こう行こうっつって、で私がチケット取るよって言って、あ、じゃあ先にお金払うねっつって、財布ないんだけどみたいななんでなんでって、財布ないしたのみたいな。でその日も映画館に行ってたの一人で、そうそうそう、いや絶対私ね映画館でその会員証を出したとこまでは覚えてるから、うん、絶対映画館ってなって、うん、って言って、まあ、9時ぐらいだったんだけど夜の、うんうん、なんかその電話したら会って、うん、でじゃあもう明日でもいいかなって思ったんだけど、うん、どうせ行くし、うん、たらいや今取りに行こうって言ってくれて、じゃあ迎えに行くっつって、迎えに行くって言ってくれて2人がわざわざ映画館まで付き合ってくれて、うん、取りに行って、行くよ行くよっつって、もうちょっとほっとしたやけ食いしたいから、ちょっと週でスイーツでも私が出すんでみたいな、ちょっと付き合ってもらっていいですかって言って、もう9時半ぐらいに、ね、ごちそうさまですってなんか10時ぐらいにかき氷食おうっつって、ね、よかったよかったっつって、ね、本当に忘れ物多いのよ最近。いやー、まあそういう時期ありますよね。やばい、私も最近はないけど一時期マジでやばかったから、もう日傘2回迎えに行ってるからだからその次の日なんですよね。そうなんで ね、しかも週にもね、あの携帯を置いて帰ろうとして、ゆきこさんっつって、これは持って帰ってねとか言って本当にやばいっすね、ついついね、夏だからかな、まあ夏のせいにしよう、すべて夏のせいです、はい、はい、というわけでこの後は今夜のゲスト様が登場します。少々お待ちください。えいお待たせしました。それでは本日のゲスト様をご紹介しましょう。高野あさみさんです。イエーイ、高野あさみです。イエーイ、よろしくお願いします。やったー、はい、というわけで来ていただきました、はい、仲いい印象が、うん、友達、ね、友達あ、よかった、友達が多分五十嵐さんと番組とかで話してるの初だってアイマスでも絡みないもん、うん、一緒にラジオも生放送もやったことない。え、どこでそんなに仲良くなったんですか。2019年の名古屋、うん、すっげー細かいダンシングの後に、一回も遊んだことないのに、ノグとアサミと3人で金沢旅行に行った。一回も遊んだことないのに、一回も遊んだことないのに、なんか野口と五十嵐さんが旅行の約束をしたらしくて、野口から急に、野口ともアサミ一回も遊んだことないけど、ないの、
なんか知んないけど、まあなんか謎に友達みたいな感覚にはなってて、二人の間 でシンパシーがこう、そうシンパシーが、なるほど。で、井上さんと旅行行くけど行かないって言うから、おじゃあ行くって日帰りだったんだけど、そうそうそう、ちょっとフラット行こっかみたいな、行けるってマジふっかるじゃんとか言って最高じゃんってなったでもなんかその旅行がマジで楽だったんだよね。そう、なんか不思議とこう、なんて言うんだろう、空気感がちょうどよくて、3人とも。で、その後3年空くの。そう、3年また1回も遊ばせない、なんなら連絡も1回も取ってない。そうなの1回も取ってなくて、まあ、コロナの期間とかを経て、この間の西武の後そう、西武のなんかリハかなんかで井原さんとスタジオですれ違って、あ、じゃあこの後お茶でもみたいになって、でなんかちょっと趣味とか似てるね、意外と、みたいな、そうそう、あ、じゃあなんか、みたいな、で深め合ったので、景色をそしたらじゃあノグも、そう、あ、なんかその時に、確かちょうど私が野口がアンバターが好きっていうのを知ってたから、で私もちょうど同じくらいのタイミングでパンにハマっていて、私もパン好きだよって言って、え、今度野口とパンの祭りに行こうとしてるんですけど、え、行くみたいなね。それでパン部が結成されたんですね。そう、そんな流れですね。そうなの。めちゃめちゃ前からあると思ってました。なんか空気感的に。昨日も LINE でね、3年越しにとか言って、思い出話はずっとね、深夜にしてて、そう、一回だけ私もそのタイミングがあってお邪魔させてもらったんですけど、活動に、活動に一度来てくださったんですよね。いや、もうずっとやってるもんかと思ってたから、ちょっと今聞いてびっくりしちゃった。タメ語で話し出したのもここ最近数ヶ月の間に。そうなんだ。野口は未だに敬語だよね。謎に。ノグは確かにタメ語なのに、全然心開いてくれない。あれ、心は開いてるの。ノグ言われてますよ。あ、そうなんだ。意外だわそれ、ね。急接近してね。急接近。もう毎日連絡取って、なんだかんだ週1とか2週間に1回くらいは会ってるかな。素晴らしいね。そうかも。そっか。はい、あ、じゃあ今日もね、イラスト来ているので読みたいと思います、はい、ご紹介します。じゃん、こちらザッサンネームファミリーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。松井さん、五十嵐さん、ゲストの高野さん、こんばんは。こんばんは。今回のイラストテーマは夏祭りということで、屋台飯を堪能する皆さんを描いてみました。いいね。先月の放送でも話題になりましたが、皆さんは夏祭りでつい寄ってしまう屋台の定番ってありますか？今週も放送楽しみにしていますというね。あ、ベビーカステラも書いていただいて。お、あ、ゼモンズ飴。おー、おー、おー、やはり、食べたことない。食べたことない。嘘、なんで、もったいない。え、普通に売ってはいる。売ってはいる。売ってはいるのは分かってるけど、 そうなんだ。それを選んだ記憶ない。一回も口にもしたことがないってことですか？フルーツ飴いや、いや、え、それさ、リンゴ飴はどういう位置？また別物。別物だけど、まあ、要は要領は一緒。要領は一緒だよね。でもさ、リンゴとさ、みかんは食べにくいじゃん。だから大体もういちごかぶどうにしちゃう。なるほど。だ、リンゴ飴は食べたことがあるんだよ。だけど無言なのやばい。リンゴ飴はなっちゃった。ない。今リンゴだけで売ってる店の方が少ないよね。あ、そうか、逆に何食べるんですか？逆にだからかき氷ですよね。かき氷も食べる。そう、絶対食べたい。かき氷を食べるんで、なんかかき氷で割と満足。ね、何味頼む派？メロン。頼まない。頼まない。なんで？なんで？あんま好きじゃん。極端に冷たいものが好きじゃん。そういうのあるよね。近く花瓶とかじゃない？あ、近く花瓶。近く花瓶。それはダメだわ。それはダメだわ。アイスを食べるのにね。アイスの気氷はちょっとなんだ。気氷はね。ちょっと違う。氷だもんね。あれはね。確かにね。なるほどね。じゃあ続きましてこちら。じゃん。はい。はい、雑談ネーム島春樹さんからいただきました。ありがとうございます。松江龍金子さん、ゲストの高野さん、こんばんは。こんばんは。ゲストのアッサムはブログにて懐かしいアニメ雑誌を読み返されていましたが、今回のおた話でその復習が生かされるんでしょうか、イラストですが、お題が夏祭りということで縁日での皆さんを描かせていただきました。それでは、というね、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なイラストいただきました、ね。よくなんかうち地元のお祭り、大通公園でやってるんだけど、
あ違う中島公園っていう公園で、うんうん、ちょっと大きい公園でやってるんだけど、うんうん、なんか結構昼間なんかなんていうの 前夜祭みたいなのがあるじゃん。あって本、うん、なんか終わって次の日なんか昼ぐらいもやってて、うん、めっちゃ友達と制服で学校帰りに行ってめっちゃイカ焼き食ってた。イカ焼きも美味しいね。制服で夜道しちゃダメなんじゃないの。ね、するしょ。夜道はする。夜道はする。公園行っただけだし。買い食い最高なんだよね。ね、学生時代最高なんだよね。楽しすぎるんだよな。制服でイカ食ってんのやばかったな。いいね。確かに。いい女子高生だ、うん。はい、お便りもいただいているのでこちら読んでみたいと思います。はい、雑談ネーム。怪盗日さんからいただきました。ありがとうございま す。松江龍金子ゲストのアッサムこんばんは。こんばんは。さてアッサムといえば、はい、ブログにて野口ゆりさんにおすすめしてもらったゲームの、うん、マザー2に夢中と書かれていましたね、うん、はい、確かにマザー2は超名作なのでアッサムの気持ちはとてもわかるとつい思ってしまったのですが、うん、皆さんは誰かから勧められてその後すごくハマったというものはありますか。という結構進んだ終わった。ま、いやまだ多分中盤くらいなのかな。なかなかクリア、意外とボリューミーなゲームで、うん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 、まだなんですけどじっくりとね時間がかかりますよね、うんうん、いやいろんなものを最近私は五十嵐さんから勧められまくっててそれをちゃんと私追いつけないでしょ。追いつけないでしょ。結構さんのスピード早すぎだっていいがいつももう五十嵐さんにお勧めされて次会った時にはもう五十嵐さんは次のものに移り変わってて一生追いつけない。違うよ、あの大丈夫、追い抜かしてないよ。それも含めて連れてきてるから、あの全部引き連れてんだよね。引き連れてるだからいつでも見てるだけでもうそのテンションになれるから大丈夫だよ。でもナッピーはもうちゃんとどれもちゃんとこう見て吟味してハマれるからシート見てるからね。ほんと多趣味になっちゃうよね、うん、どう結構おすすめされたものは素直にやるタイプ。割とねおすすめされたなんか動画とかは一応見て、うんうん、自分が興味あるなしを結構ちゃんと決めて、うんうん、ちゃんと感想くれる偉い、うん、なんか私勧められたものさ、はあはあ、あんまり素直にふってできないタイプでなんか自分のタイミングがこうパチッとあった時じゃないといけなくて、うん、でもちゃんとハマってくれたじゃん。あそう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 まんまとやっぱ上手いんだよ。あれもともと興味があるところに あの、まあまあね、あれなの燃えてるところにガソリン追加しただけだから、はいはいはい、それが燃え上がっただけだから処方しておきますね。そう ありがとうございますっていうねバってなって そうそうそうその穴これで埋めてくださいねそうそう背中をね押してくれたってことなんですよ。本当そういうことなんですよね、うん、はい。というわけでじゃあちょっとコーナー行ってみましょうかね。はい、それでは最初のコーナーは今日のゲストはどんな人深掘りアンケートトークよ。はい、このコーナーはゲストの方が事前に書いたアンケートを見ながらゲストの人となりをとことん掘って掘って掘りまくろうという雑談トークコーナーです。はい、はい、それではアンケートオープンしてください。だだだじゃん。じゃあちょっと上から見ていきましょうかね。私の好き嫌い好きパンを一緒に爆買い爆食いしてくれる人、はい、ピンポイントだな。もう完全に五十嵐ひろみじゃないですかそれ野口もいるよねえ。そして嫌い、はい、なんかうまくどういうこと、ね、どうしよう、うまく話せないかもいるんだよね。うん、なんか合わないんだろうね、話が噛み合わないみたい なんでなのかがそれが自分でも分かんなくてずっと、あ自分がなんかうまく話せないってこと。お互いなんかこうまあ、私も普通に社会人やってもう10年経つので普通に社会人スキルとして普通に喋れる人とけどそれを駆使してもなんかうまくなんか喋れない人がいてこれなんでなんだろうなってずっとなんかお互い足踏みしてるみたいな状態の人がたまに現れるんですよね。なるほどね。原さんとは言ってないだろうみたいなみんなが原さんは言ってない原さんじゃないなんでなんであんなになんかさゆりちゃんの名前が上がってデレパで割と壁みたいなのがネタになってる。あーなるほどね。そのデレパのノリねノリあれはデレパのノリ。深川さんも深川さん普通に2人でお茶とか行ったり普通にねこの間もね、うん、うんうんうんそうか一緒にお茶したじゃああれなんだね原ちゃんとあのビジネス不仲そうなのかも私は全然めっちゃおもろいからずっとやってほしいやってる気はないんだけどどうしてもそうなっちゃうんですよね。いいっすね、うん、
なるほどなるほど。じゃあ続きまして、はい、最近ハマっているマイブームはセルフジェルネイル。そうです。あらすごい。ネイルを。あ、もしや今日も。今日もです。素晴らしい。基本的にいつも自分でやっていて、うん、うまいね。いつも可愛いんだ。ありがとうございます。すごい。それはもう独学、うん、独学です。おー。 YouTube とかでプロの人の動画を見てやってますね。うんうんうん、すごいな。楽しい。やっぱ楽しい。なんかこうコツコツ一人でやるの向いてるんでしょうね。あ、きっと。なるほどね。職人肌なんだね。なんかこう悩みとかあっても忘れられるじゃないですか。あー、集中して、うん、こう料理とかとかもそうだけど、うん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 、楽しい。いや、いい趣味だね。うんうんうん、はい、続きまして、はい、自分の性格を一言で表すと、ゆるーく楽しく情熱家。お、うん、情熱家。どんな時に情熱家だなって思うの？まあ、オタクごとについてもそうだし、うんうんうん、仕事についてもこうゆるく楽しくはずっとやってたいけど、それでもなんかボーってなる時があって、うんうんうん、急にマネージャーさんに LINE バーッとかしたりたまにします。私に頑張りたいです、頑張りたいですみたいな。あ、すごい。熱いメッセージを送ったりするのね。え、それはもともとオタクだったの？もともとオタクです。もう息をするようにオタクとして生きてきた。物心ついた時から。そうなんだ。もう幼少期からの、うん、ずっとアニメを見てましたね。ゲームとかも割とやるよね。割とやってる。あ、そうなんだ。幅広いんだね、うんうん、結構好きがいるのでゲームは結構。あ、うんうんうん、好きなジャンルあるの？でもアニメとかだと男性向けの作品を割とよく、うん、見てましたね。そうなんだ、うんうんうん、じゃあなんか少女漫画ものとかっていうよりも、うん、少女漫画も見てたし、まあでも幅広いのかな、うん、割と広くみたいな広く、うん、感じなんだ、はい、え、でいつこの声優になろうっていう芽生えがあったの？芽生えは高校生の時に井口由香と同級生で、うん、それでもうで井口由香の他にも学校の先輩に声優さんやってる人がいたりとかして、すごいことだね。なんかすごいね。だから高校生なんだけど一番身近な職業が声優だったので、すごい高校だね。でもオタクだからなんかもう声優になるしかみたいな感じ。なるしかねえな。なるしかねえって。私も行くねみたいな。お城なるわみたいな。いや、こっそりだったけど。言わなかったけど。すごいの。こっそりこっそり声優になっていきましたね。へえ。お父さんとかお母さんとかはこう反対とかしなかった？しなかったかな。あんまり何にも言わなかったかもしれないかな、うんうんうん、もう好きな道を行きなさいみたいな、うん、どうぞみたいな。割と放任主義なので親は。じゃあいいね、うん、へえ、なんかすごいすごいルーツだった。へえ。じゃあ続きまして、はい、これって私だけと思う癖や習慣は支度に3時間すごいんだよ。え、何に全然来ないから。え、それ全然来ない。全然行かない。寝坊した日、うん、一番支度早いのは私だったから。どういうこと？なんで30分前ぐらいに起きて、ごめん間に合わないって言って、うんうん、で、あさみが一番最初に起きてたのに、うんうん、一番最後に来た。なんで？なんかパン活動だから、うん、パン屋さんって割と朝早く履いてるから、もうオープンから行こうよみたいになってて、ね、うん、オープン開店時間にはもう並んでるようにしようって野口と五十嵐さんと3人で言ってたけど、うんうんうん、私が多分朝6時とか7時くらいに起きて、うん、早っ、おはようって LINE したら誰からも帰ってこない、うん、あれ？マジで寝坊で、これは寝てるなってなって、うんうんうん、そうで、なんかもうメイク半分終わったからって言ったら、なんか全然終わってなくて、ごめんみたいな、ごめんまさに朝日まさに何してたの。え、ちょっと整理しよう。じゃあ起きるじゃん、うんうん、時間通り起きました、はい、で、あ、まあ顔を洗うみたいな。顔を洗う。で、ご飯を、あ、でも顔を洗う前に、あ、顔を洗う前に口だけゆすぐ、あ、うん、ゆすいで、うん、飲み物飲む、はい、飲み物、ヨーグルト食べる、ね、はいはいはい、朝ごはんって感じ。朝ごはんですね、うんうん、朝ごはん食べてしたらテレビ見る。あ、テレビ見る。これだ。これだ。テレビ見る。これが問題。朝のジップとか好き。テレビ見ながらしないの？しないしない。なんでテレビ見るの？テレビ見る時間だから。それだ。これだ。これこれこれ。メイクする、うん、メイクしながら音楽とか聞いたりする。あ、それは別のことなんですね。それはできる
るじゃん同時進行だから。なるほど同時進行で、ね、見たりするもん。でメイクにどれくらい時間かかるんですか。メイクは言うて30分から。おーなんでだなんでだテレビかな。テレビどのタイミングで切り上げようってなんの。終わったら、一番組終わったら。長くない長い。どんくらいなんだろう。でもそれがあんま分かってないんですよね自分でも。あ、そろそろ支度しなきゃみたいな感じなの、うん、そろそろメイクするかみたいな、うん、自分のあれ次第いやでもその時は井上さんと野口が寝坊したぞってなったからのんきにしてたんだ。じゃあ大丈夫だわみたいな、ね、気持ちになって。あ、そっかそっかそっか。ちょっとじゃあテレビでも見るか、うん、みたいな気持ちになって、みんな遅いから。そしたら慌てて起きてきて爆速で準備してしまったからちょっとびっくりしちゃったみたいな。言うて五十嵐さんとかも準備に1時間はかかるだろうって思ったら、そんなことはなかった。早いよ本気出したら早いよえ、ちなみに服とか決めるのはもうすぐ。それもめちゃめちゃ遅い。あ、なるほどね。メイクした後に服を決めるのも30分はかかるかな。長いね。長いねこれじゃないこれじゃないっていうのに30分くらいは。そうか、費やして。それこう言ったらなんだけど、こう前日にちょっとこれ着ようかなとは。前日と気分違うもんね。あ、違うから、うん、起きた時の気分は違うか、うん、そうかそうか。それはなんかわかる。まあ確かにね、うん、じゃあそれで着替えたからいけるぞってなる。あんまなんない。なんないなんない。え、なんでなんの。コーヒーも飲みたいあれもう準備終わってんのに。コーヒー入れればいいじゃん。でもタイミングがあるんだよね。タイミングがそう、そう出る直前にコーヒーを飲みたいという。外で買おうスタバで買おう。でも家でもコーヒーはあるから、入ってるから、あ、それは飲み家で飲みたい。もうメイクしながら飲むコーヒーそれは無理じゃん。無理じゃないよ。無理じゃ、無理じゃないよ。美味しくないじゃん。美味しいよちゃんと。美味しいよコーヒー。いつ飲んでも美味しいよ。美味しくないんだよ。すごいみんなが優雅だなって言ってる。朝ごはんのタイミングでは飲みたくないんでしょ。うん、ヨーグルトと合わないから。あ、確かにね。ヨーグルト食べた直後は違う。うん。ちょっとまだ酸味が残ってるじゃないですか。まだお茶もう一杯くらいいきたい。めちゃくちゃ飲むじゃん。トイレ行かなきゃいけないじゃんすごい水分取るんだよね。そう、なるほどね。でもいいことですよね、うん、体内の水分をこう入れ替えるとね、うん、お肌にもいいですから。まあでも別にいいんだけどね、遅刻しようが。そう、許してくれるからね、うん、全然気になんないお互い様だから。遅刻してやらかしたことありますか。やらかしたことか。別に仕事は間に合ってるわけだから。仕事は遅刻ないですね。仕事間に合ってんなら別にね、うん、遊ぶときは別にそっかってだからやらかしてないからいいんだなって。え、なんかさ、ちょっとせっかちな友達に怒られたことないの。あんまないかもな。あ、まあそういう友達がいないっていうのもあるのか。なんか怒る理由も別にないかな。うん、そこで怒る人とは無理かもしれない。あ、これあれじゃない、なんかうまく話せない人じゃない。そうかそうなのかも、怒る人なのかも。え、まだまだみたいな。さ、無理だな。まあ、だから遅刻に怒る人とかマジで無理。あ、なるほどね。私怒る気持ちわかんないもん。遅刻されても。自分が別は早いから別になんかまあ心配もないし。連絡しないとかの方が、うん、あ、そうね、連絡しないとさ、なんか事故にあったのかなとかって、倒れたのかなとか思っちゃうからあれだけど、まあ元気ならいいよ。そうそうそう、元気ならいい。こっちも別にお茶して待ってっからみたいなねとかできるから。ドタキャンもしないし。そうだね。まあ、なんならドタキャンも気になんないから。おー、別にオッケーって。まあ、なんか普段全く遅れないのに連絡つかないとかの方が怖いよね。怖い怖い怖い。あ、確かにね。まあ、遅れてくんだろうなって思ってるから、うんうん、なんかもうなんか5分とかに来たら偉いなって思う。お、すごい早いじゃん今日。今日ちゃんと来たんだって言われる。偉い、今日ちゃんと来たねみたいな。そうなんだ、うん。なんか別に遅れてきた人怒ったりはしないけど、自分がめっちゃせっかちだから申し訳ないなっていう気持ちがある、うん、めちゃめちゃ早く来ちゃうんだよね私なんか。まあ、でも勝手に時間潰してるじゃん。あ、そう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 、勝手に勝手にうろうろしてるから、うん、せっかちでもマイペースな感じ。なんか自分のあれで人待たすのは苦手みたいな。だから自分が待つのは別にいいんだけど、うん、みたいな。なんかあ、待たせちゃったって思うのがなんか
そう相手が気にしてないっていうのは分かってんだけど、うん、みたいな、まあ、自分が気になるから、そう自分が気になるからもうだったら待ってる方が楽だなみたいな、うん、メンタル的に、あそれもあるか、そういうのがあるから、うん、すごい15分前とかなんか全員大型の友達3人で会ってた時になんかあごめん遅れるわ分かったって言ってさっきのあさみみたいに遅れるんだって思ってごめん遅れるわ一生会えないみたいな時あってなんかもうなんかもう永遠に出会えないみたいな一生誰も来ないじゃんみたいになったことある、めちゃくちゃおもろい、めっちゃ面白い、それは落語よもう、いや本当に本当にみたいな、もう何時に来るのみたいなもう今日はやめた方がいいじゃんでなんか来てるんだけど、うん、待ってるから、うん、ちょっとどこどこ行って寄ってから行くから先に入っててみたいなっていうのでもう会えない、一生会えない一生で会えない、おのおのの休日、うん、本当にいつどこで交流するのみたいな、わかる、遅刻されたらよっしゃ買い物の時間だって思っちゃうもん、めっちゃ思います、っていうのがあって、そしたら蓋開けたら全員大型だったその時はね、まあね、はい、血液型関係ないとは言いつつね、そういうこともあったりしますからね、でもなんかそこでなんかわって一盛り上がりするのが楽しい、うん